を含めたギターバッキング、それのステップ1カレハ、1拍目にそのコードのルートを弾くことが多いです。最初のコード Am7 なのでルートを弾いてきています。それで2拍目と3拍目はコードトーンで、あるいはスケールノート、スケールトーンで ST っていうふうにも書いてありますけど、スケールトーンを使ってくる場合は流れがあっての展開か、ターゲットのコードの半音上のコードが設定できますから、 E フラットセブンス、こういう形のこの C フォーム、ローポジションで C7 を押さえた時のこの3つの形ですよね。これを小指を使わないで押さえたものをずらしたもので、それが次の D7 まで来ます。その前にやった4小節がダカタカディカタカダカタカディカタカっていう風に上がり下がり上がり下がりのベースパターンを作ってきて、全体の8小節をある程度整えてきてます。で次の8小節でちょっとベースラインの流れを変えたいので、ダティリタっていう、ここのコードは言ってみるとこれ B7 なんですね。でここのコードは言ってみると A7 なんですよ。それなんで Em7B7 Em7A7 というふうに、ここを Em7A7 ってすると2-5的に見えますよね、こっちね。